こんにちは、北村先生ですか。あの昔のねブリキのおもちゃとか何でもかん定んなるの結構鋭い冷静な鑑定をよくされてましたよねその昭和の初期のおもちゃっていうのは必ずあの人が出てきて的確な根付けをしてたところでまあなんかすごくいい人に見えたわけですけどもね、うん、であの思い出すのがねその駄菓子屋なんですよ駄菓子屋って吉谷さん使ったことありますよ私の。 やっぱ幼い頃小学校のね5年6年生ぐらいまでは駄菓子屋ってその街中にあってまあもちろんね衰退をしていましたけども100円玉でいくつかの商品が買えるんですよね消費税が導入されたあたりからちょっとね駄菓子屋っていうのが一気に傾いてきたのかなと思いますけどもその駄菓子屋の中には10円とか30円の商品がいっぱいあったりとかそのこうガムをねなんか買うんですよこういう箱に入ってボタンを押するやつで,それでガムの 出てきた、コロコロって出てきた色でもって当たりか外れかはわかるんで、で、当たったらね、30円分の商品がもらえたりとか、100円分の商品がもらえたりとか、そういうのがありましてね、うん、一発逆転で10円しかない時っていうのは、まずガムを買って、30円とか100円を当てたいなと思うわけなんですけど、まあ当たらないですよね。で、その駄菓子屋なんですけども、今でもね、私の町にあるんですよ。昔ながらの駄菓子屋が。それが、井上文具店っていうんですけども、文房具屋のはずなのに、 まあ子供たちが集まるところにお菓子を置いてプラモデルを置いてでそっちの方のエリアが大きくなっちゃってみたいな感じでいまだにやってるんですよねでも全国的に駄菓子屋なんてもうやってらなくなっちゃったりとか駄菓子屋を当時やっていたまあおばちゃんとかっていうのももうお年を召されていなくなっちゃったりとかして後継ぎなんてやっぱ儲からないからいないわけじゃないですかで新規に駄菓子屋をやろうなんていう人もいないんで今はどっちかっていうとスーパーマーケットみたいな駄菓子屋ですよね駄菓子屋専門店みたいなそれこそ 業者仕入れ歓迎みたいなところが、まあ、駄菓子屋といえば駄菓子屋なのかなと。それからショッピングセンターの中にもね、駄菓子屋のコーナーとかがあって、まあ、無人でやってたりするわけですけども、そんな、なんかちょっとねうん、気のいいおばちゃんが半分居眠りしながらやっていて、ハメ外して遊んでたら、こらって怒ってくるとかね、そういうのはないですね。でも全部が懐かしいんで、あの、大江戸温泉っていうね、温泉に泊まると、その、駄菓子屋とか夜店が店内で、 敷地内でね、屋根のあるところでなんか展開されていて、これはね、なかなか大津なもんですよ、うん。あの、土足じゃなくって上履きで浴衣とかを着ながら、そう、ブラブラ歩きながらね、あの生産はあのキーで、腕のキーでやるとかね、そんな感じですけどもい。いいですね、でもね、こうやって過去を懐かしんでいく人がいる限り、古いものにも価値が出て、旧車も売れるし、古いバイク、Z2 とかね、川崎とか売れると思いますし、 なんすかねこの懐かしいっていう感覚は大人帝国ですかねクレヨンしんちゃんの、まあ、今回はね井上文具店っていうところをちょっとねあんまり人目に触れないとこ思いますけども一応こちらの方のブログを URL つけておきますんでまあ見たい方は見てくださいそれじゃあ井上文具店広島県福山市三ゆ町でございましたいってらっしゃい